楽天スーパー Wi-Fi と iPad との接続方法です。設定の前に同梱されている無線 LAN 初期設定のシールを用意してください。楽天スーパー Wi-Fi 本体の電源を入れます。電源ボタンを約5秒押してください。本体のディスプレイに Wi-Fi が表示されていることを確認してください。次に楽天スーパー Wi-Fi と iPad を接続させます。ホーム画面で設定アイコンをタップします。 Wi-Fi をタップします。オフになっている場合はタップしてオンにします。リストの中から無線 LAN 初期設定シールの SSID の欄に記載されている文字を選びます。 GL04P の後の文字は製品ごとに異なります。パスワード欄に WPA キーを入力します。WPA キーは無線 LAN 初期設定シールに記載されています。ジョインをタップします。 GL04P にチェックがついたら設定は完了です。ネットワークに接続できませんとメッセージが表示されたらWPA キーを入力し直してください。インターネットに接続されましたか？それでは楽天スーパー Wi-Fi の高速通信でインターネットをお楽しみください。